皆さんごきげんようでございます。リブロベリアでございます。ですね、先日からやっております迷宮期間鬼の鳥籠というものなんですけれども、こちらですね、ハッピーエンドが見れずに悔しくて悔しくてどうしようかなって思ったんですけど、一回初めからやるか。あんだけ家の中探してないってことは、ワンチャン外かと思って、これで外だったら笑うよねこれで外だったらどうしようね。これさ、これで家外にあったら笑っちゃうぜ。特にあるわけじゃない。花が咲いてる。不思議なことに、ここに咲いてる花は普通の花にも綺麗に見える。風がないのにたまに揺れてる。はい、しっかりと剪定されてる。はい、綺麗に見える。樽がある。庭の水やりとかに使ってたのかな。どこにも行けそうにない。はい、灯籠とか髪飾りな。髪飾り。でもさ、家相当探したけどさ、なかったってことはさ、つまりそういうことでござんしょうって思ってんだけど違うかな。そう思ってんだけど違うか。そういえば最近あまり足元を見て歩いてなかった気がするな。こういうのを見て歩くの悪くないかも。まあ、ちゃんと前見て歩きなさいよって言われるからな。あ？おい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 。来たぞ。よし。もうカットだカット、そんなもの。あったな。家に入ってから多分次の瞬間飛びますね、これね。あったやんけ。ちょっと。お邪魔します。はい、というわけで、ですね、今、やってまいりました。しょっぱな、やっぱり外にありよった髪飾りをゲットして、包丁と勝負の花持ってない状態なんですけど、これって見れる？これで俺たちハッピーになれる？俺たちの2時間ちょい報われる？大丈夫そう？私のものどこへやる？大丈夫？父上？父上というか鬼なんですけどね。なんか、ほい、違うね。ふーって言ってる。恐れながら発言します。ご尊夫様。ん？私は仙道明と言います。申します。この度は許可もなくここに足を踏み入れ、大変申し訳ございませんでした。しかしながら、それとは別に申し上げたいことがございます。なぜこの子を自由にしてあげないのです。何を切れたこと？これは私のものであるからに決まっている。あ、タスキが覚えてる。大切な家族を亡くされて不安になるのは分かります。守りたい気持ちも分かります。でもこの子は物じゃない。意志があって人には自由がある。こんな風に縛っていいわけないでしょ。貴様には関係ない。私の気が変わらぬうちにさっさといいね。もういい仙道殿、もういいのです。今なら何事もなく貴殿は帰れるはずだから。いいわけないだろ。君は鬼の鳥籠にはいらないんだよ。確かに関係ないことかもしれない。でも本当は外に出たいこと、普通に生活したいと言ったこの子の涙を見て、それでもあなたを大好きだと笑ったこの子を見て放っておけるわけないでしょ。黙れ。これ以上口を利けば貴様は生きて帰らさぬ。 いえ黙りません。おーおー、あなたの奥様はこんなこと望んでいない。ユキコさんでしたが、とても愛していらっしゃったのですね。ユキコ、はい、覚えていらっしゃいますか。
いらっしゃいませんか。あなたが愛した奥様です。これもあなたが送られたそうですね。ああ、やっぱり髪飾りがいるんだったんだな。これは見覚えがある。大切な。いや、目障りだ。これを捨てろ。父上、奥様と約束しませんでしたが、子供たちをよろしくと。この状態を見た奥様はどう思うでしょう。自分の愛した人が愛する子を縛り捨てている姿を見たらきっと悲しみます。もしかしたら自分が死んでしまったせいで、あなた最初のことを頼んでしまったから重荷になってしまったのではないか。そんな風に悲しい思いをさせてもいいのですか。愛したあなたのそんな姿を見せてもいいんですか。思い出してください。あなたの大事なものは何でしたか。こうすることですか。私の大事なもの。あ、本当の息子に似てるね。あなた愛してるわ。あ、私も愛している。体が言うことを聞かぬ。長いこと好きにしてくれたの鬼よ。お、父上、貴様、なぜ目覚めた。そろそろ私の体を返してもらおう。やめろ、消えろ。私はまだ。貴様が消えろ。パッパ。おお。父上。ごめん、何度も殺して。すまなかった。辛い思いも怖い思いもたくさんさせてしまったな。いえ、いえ、父上よかった。仙道さんと申されましたか。この度は大変ご迷惑をおかけしました。お恥ずかしながら気持ちが落ち込んでいたところにあの鬼につけ込まれました。え、無事になんとかなったようで安心しました。よかったです。みその安家さん、どう見えていたしますが、これ、私をご存知ですとか、おっしゃる通りです。最近ニュース沙汰になっていますので、お顔は存じておりました。あ、そうですが、戻ったら大変なことになっていそうですね。ですね。これからも大変なことがあるかと思いますが、どうぞご自愛なさって、そしてこのことも話してあげてください。子供は物じゃないし、鳥かごの中でしか生きられないものでもない。でも、今のあなたなら大丈夫ですね。え、もう大丈夫。本当にありがとうございました。いえ、お役に立ててよかった。これで呼ばれた目的は達成かな。呼ばれた？そういえば、なぜここに入れたのか。仙道殿はツツジの声を聞いてここに来られたそうです。ツツジの？なるほど。あの子もさぞ心配しただろうな。お前のことが大好きだったから。はい。さて、いつまでもここにお引き止めしてはいけませんね。あの勝ち軸の裏に現実空間に帰る通じる道があります。あれを通れば戻れます。はい、ありがとうございます。私たちはもうしばらくしてから元の場所に戻ることにします。はい、お二人ともお元気で。お世話になりました。また後日お礼に伺います。いいですよ、そんな。私が勝手にやっただけなので。助けてもらったの嬉しかったから、ちゃんとお礼がしたいです。そっか、じゃあ待ってます。じゃあまた。何？あ！ツツジちゃん！ありがとう。ああ、やっと見れた、見れた。外だとはな。あ、そうよな。あれだって探してなかったら外って思いつけよって話だよね。よかった。ああ。よかったな。スペシャルサンス、いや、こちらこそ。その後目を開けるといつも見慣れた風景が広がっていた。本当に夢ではなかったのか。そんな思いが小さく首をもたげる。つけっぱなしのテレビが加藤家親子が戻ってきたというニュースを報じている。画面の中の二人が僕を見て笑った気がした。あー、トリガーコの結末。モチベア、行きましょう。
もう行っちゃうよ、待って部屋も。いやー、はーん。いやー、まさかまさかのですね。そっかー、ま、ストーカーなー。本当にいい子だったんだろうな、つつじちゃんな。いやー、よかったよかった。これで心置きなくね、2作目もできますからね。よかったー、よかったわー。速攻編集してあげようかな。どうしようかな。という感じですけれどもね。いやー、長かった。だいぶね、間のところ、バッサリカットしてると思うんですけれども。はい、実際はですね、結構かかってますね。池のとこで何回か死んだしね。あそこね。はい、なんで、よかったよかった、続きもね、できてようございました。いやー、よかったなー。よかった。パッパがね、つき込まれてしまっ、しまったって言い方が適切かどうかは分かりませんけれども、実際ね、息子に手当ててたとかじゃないのでよかったかなと思います。さつきくんの目の周りとかがちょっとピキピキしてたのはなんでなんだろうね。考えすぎかな。怪我ってことか。ちょっといろいろね、そういうゲームをやりすぎて疑い深くなってるんですけれども。ありがとうございました。いや、お花のねことも知れたしね、まさかまさか TRPG の作品だとは思わずって感じですね。いやー、カミカミでしたけれども、まあ、続きで撮ってるということを免罪符に許してくれんか。ということで、今日がね、この辺で失礼しようかなと思います。イブロベリアでございました。長々ね、お付き合い、そして、ドタバタ劇をお見せしてしまって、申し訳ございませんでした。お付き合いありがとうございます。で、これからもね、ま、ぐだってしまったら裏でこういう風に撮ったりとか、でもともと裏で撮っ、派生作品の短いやつとかは裏で撮ったりして編集してあげたりとかしてるんですけども、よかったらぜひ見てくださると嬉しいございます。アーカイブもね、コメントいただけましたら私定期的に返させていただいておりますゆえ、よかったらぜひグッドボタン普通にわーって押しに行くんでよろしくお願いしますって言った感じですね。と、もう一つちょびっとだけ、お伝えしますと、今Vroid っていう 3D でね、動かせる体があるんですけれども、そちらの無料企画、10月31日まで最大でやってますので、よかったらぜひ Twitter の方に遊びに来ていただければなと思います。ではでは、この辺で失礼しようかなと思います。イブロベリアでございました。よかったらチャンネル登録、高評価ポチッとしてくれると嬉しいです。失礼します。またねー。